はい、皆さんこんばんは、デイです。今ですね、成田空港第2ターミナルにいるんですけど、なんか夜ってさ、超空いてて誰もいないんですよね。じゃあここからですね、ボローニャに向けてまずはドバイに行って、そこでですね、多分顔ヘロヘロになってると思うんだけど、今から12時間飛んで、で、ドバイで5、6時間、そこからまた7時間かけてボローニャまで行くんですよ。ということでですね、ボローニャ着くまでお届けしますので、引き続きご覧ください。どうぞ。はい、おはようございます。今ドバイ空港に着きました。今ですね、現地時刻が朝の7時ですね。僕が飛ぶ飛行機は9時5分ぐらいの便だったかな。で、ですね、8時20分ぐらいから搭乗開始だそうです。ドバイ空港初めて来ましたけどですね、えらいですね。すごいこの空港気に入りました。ドバイ空港はですね、Wi-Fi がすげー安定してて、なんか調べた時もなんか世界最速で安定してる Wi-Fi っていう記事を見つけて、でドバイ空港もそれを売りにしてるようですね。いろんな看板が出てたんですね。実際もうついてもうフリーで、なんかメールアドレスの入力も必要もなくていきなり使えちゃってすげー便利でした。おかげさまでですね、快適に過ごすことができています。で今もう自分が乗るゲートのすぐそばまで来ていて、そのそばでですね、カフェを見つけたんで、そこでちょっと時間を潰しているところです。で成田空港で本を買って、結構本を大量に仕入れて、でこういう待ち時間のんびり読書してようかなと思ったら、思いのほかなんか空港やっぱ綺麗だから、床とかトイレとかも超綺麗で、ドバイ空港すげえいいですね。でも結局まだね、買った本を読んでなくて、なんかちょっとカメラでこれで遊んでこうやって撮って回ってたら結構いい時間になってきました。着いた時まだ真っ暗だったんだけど、今いい感じに日が出てきて明るくなりましたね。今ですね、まあ
日本だと今朝の10時11時、昨日の夜の22時の便で飛び立ってきて、12時間以上経過してっていうところですかね。ここからですね、ボローニャまでもう一息頑張ろうと思います。で、来る時に飛行機で隣の席に日本人の若いカップルがいて、なんかまあ、旅に不慣れな感じで、なんか映画見るのこれでどうやってやるんだって、なんか二人で楽しそうにしてて、あ、若いカップルでいいなと思ってたら、ハネムーンだそうだったんですね。そしたらなんか CA さんとかクルーの人たちから、なんかなんていうの、お祝いのカードとかケーキとか特別なコーヒーとかセットがズバーって出てきてですね、その様子ちょろっとだけ撮っちゃいました。こんな感じ。はい、こんな感じでした。いや、めでたいですね。おめでとうございます。ドバイで遊ぶのか、ドバイから別のとこに行くのかっていうのはちょっとわからないんだけども、素敵なハネムーンになるといいですね。だからなんかそんなの見てたら、アッキーと子供連れて海外旅行どっか遠いとこ行きたいなっていう気持ちになりましたね。いやー、眠い。機内でさ、映画見て時間潰そうと思ってたらちょっと寝ちゃったんだけど、新作映画すげえいっぱいあって、エミレーツ航空のそういうなんかサービスいいですね。特にエンターテインメント、映画の種類めちゃめちゃいっぱいあって、そしたらエイリアンって一括りがあって、はい、こんな感じですね。あったんですけど、エイリアン VS プレデター懐かしくて見ちゃいましたね。あと、プロメテウスと、あとコベナントもですね見ました。で、その後キングスメンっていう見たかった映画があったので、それちょろっと見たらもうついちゃって、で結局俺こっからまだボローニャまで7時間かかるんですよ。だからその機内も映画を見て過ごそうと思いますんで、まだまだ旅は続きます。
はい、やっとボロニアに着きました。やっとホテルに着きました。ちょっとホテルどんな部屋か見てみましょうかね。ここがですね、お風呂場なんだけど、暗、これ明かりつくのかな、これ。え、つかないの、これ。時計、どういうこと、これ明かりつかないの、これ。ノットタッチって書いてあるけど、なんで薄暗いの。お風呂がなくて、こんな感じのシャワーですね。ホテルのホームページ見た時のお風呂の部屋もあるって書いてあったけど、それはスイートかな。じゃあちょっと部屋の中行きましょうかね。部屋がね、だだっ広いけど何もない部屋だね。ここにこの小さなテーブルが1個で、あとこんな感じのデスクで持って、ベッドですね。ベッド結構でかいですね。まあこんな感じの何もない部屋だね。ちょっと外の景色見てみましょうか。外の景色、今日はね、あいにくのね、雨模様ですね。外の天気こんな感じ。景色見ましょう、景色。はい、こんな景色です。空がね、ちょっとどんよりしてますね。じゃあ、やっと部屋に着いたは着いたんですけど、まずですね、とにかくちょっとシャワー浴びたいの。ちょっと疲れて、もう体ドロドロなので、シャワー浴びて、で、スーパーに行ってですね、コカ・コーラとか、そういう、ちょっとお菓子の類のものをですね、ちょっと買い集めてこようかなと思います。じゃあちょっと街歩きなどしましたらですね、それちょっと別の動画にしようかと思いますんで、引き続きご覧になってください。ということで以上、レイがお送りしました。